皆さん、おはようございます。今日はね、留学エージェントを選ぶ際の注意点について話したいと思います。よく質問されるんですが、この国に留学行きたいんですけど、いい留学エージェント知りませんか？いやー、基本的にオーストラリアのエージェント以外わからないんでね、オーストラリアのことは僕に聞いてくれたら嬉しいですけども。ということでね、どこに、今日はね、どこの国に留学するにしても、選ぶ際に、エージェントを選ぶ際に注意した方がいい点を話していきたいと思います。まず1つ目、現地に、オフィスがあるかどうか。これ結構ね、大事ですね。やっぱり現地にオフィスがあることで、やっぱりその土地勘とか、やっぱりそこに住んでる人が、カウンセリングをするということで、よりリアルな情報を手に入れられることですね。たまにあるんですね。なんかもう10カ国とか担当してて、もう誰がどこにいるかわからへんような、もうでかすぎるエージェントとか、やっぱりそういうとこはね、やめた方がいいですね。オーストラリアに来る際は、ちっちゃくても大きくても、これあんまり差はないんですけども、基本的にオーストラリアの現地にオフィスがあるところっていうのはすごいポイントとしてでかいですね。あとは目的にもよるんですが、語学留学したい場合、そして大学院留学、そしてカレッジ留学、これによって、当選エージェントってすごい変わってきて、最初ね、いろんな、最初僕もね、2つぐらいのエージェントに連絡して、でアプローチして、やっぱり自分のこと親身に考えてくれてるところが一番いいですね。やっぱ留学エージェントの仕事って簡単なようでめちゃめちゃ難しいんですよね。やっぱりその地域の、ビザとかにも詳しくなければいけませんし、その人のことを、その人の人生、自分以外の人生の人、自分以外の人の人生を真剣に考えないといけないんで、プロフェッショナルな仕事なんですね。やっぱりカウンセラーによっても、実力というか知識の量っていうのは変わってくるんで、運もあるんですけども、問い合わせしてみて、自分に合ったね、留学エージェントを選びましょう。基本的に今残ってる有料なエージェントっていうのは、基本的に無料エージェントが多いですね。無料エージェントっていうのは、生徒が学校にお金を払います。で、エージェントはその学校から、コミッションとして、10%、20%、30%のコミッションをもらってるって形ですね。基本的に僕らが払うような学費は、学費を学校に払うので、エージェントに払うお金っていうのは基本的に無料ですね。そこで、オプションとして手数料とか結構取ってくるとこは怪しいと思った方がいいですね。基本的に無料エージェントが今は普通です。それがね、エージェントのビジネスなんで、コミッションでもらうっていうのが最近残ってるような有料エージェントの、特徴なんで、そうですね。で、ポイントとして、現地にオフィスがある、そして無料エージェントであること、そしてあなたのことを親身に考えてくれるエージェントをやりましょう。見てくれた皆さん、ありがとうございます。すごい感謝しています。嬉しいです。そして YouTube のチャンネル登録も忘れずお願いします。今日はありがとうございます。